どうも富武です。今回はこちらのギター、ギブソンレスポールカスタム、こちらのね、あの弦が古くなってきたので交換していきたいと思います。弦交換の動画なんですけれども、他にもアコースティックギターの弦交換の動画を出してますので、そちらも興味のある方はご覧になってください。はい、こちら道具の紹介です。まずこちらニッパー、弦を切るのに使います。まあ、ほぼほぼ必須です。こちらクロスですね。弦を切った後のまあホコリを取ったりするのに使います。でこちらストリングワインダーと呼ばれるものですね。これがあると弦を早く巻けるので便利です。でこちらラジオペンチですね。こちらがあると個人的に非常に便利なので使っていきたいと思います。はい、まずは弦を緩めていきます。こちら4弦から6弦までは、時計回りですね。こちらに回していって弦を緩めていきます。ある程度ダルンダルになったところで止めておきましょう。でこちらのストリングワインダー、こちらがあると非常に便利です。素早くね弦を外すことができるので、はい、これを6弦分全部やっていきます。で1弦から3弦は、半時計回りですね。こちらに回していくと弦が緩んでいきます。はい、弦がダルンダルになったので、まあ、この辺にしときましょう。はい、弦を緩めましたら次は弦を切っていきます。こちらのニッパーでね。で切るところなんですけども、だいたい12フレットあたりを切るといいと思います。なんでかと言いますと、だいたいそのこのナットからそのこのブリッジまでがの半分がその12フレットに当たるので、まあ、この辺で切るとそのちょうど半々になって、まあ、捨てるときにまあ便利だからです。では切っていきます。はい、切り終えました。でまあピンって張った状態でニッパーで切っちゃうと弦が上段抜きで弾けるので非常に危険です。なので気をつけましょう。で弦を切り終えましたら、まずはじめにこちらのテールピースですね、こちらを外していきます。はい、このような形で外れますので。で外しましたら、ここに付いてる弦ですね、これをこのような形で、取っていきます。はい、取りました。でこの辺りですね、この辺り結構こういう形でその動いちゃうんで、まあ、初心者でその分かんないという方はあまり触らない方がいいと思います。まあ、この部分はね、弦を張った後、もしくはその張る直前くらいにその調整してやっていただければと思います。でこういった真ん中の部分とかですかね、はい、こういうその普段そのなかなか掃除しにくいところを、まあ、クロスで拭いてきれいにしていきます。でその時もなるべくこの部分は触らないようにしましょう。で次はヘッド側の弦を外していくんですけれども、このようにその巻いてある状態っていうんですかね、まあ、当然巻いてあるのでその外す時にそのこう巻き癖がついてるんですね。なのでそのこう手で外そうとするとその巻き癖でその変にその何でしょう、こうパーンってその荒の方向に行ってそれが指に刺さったりとかして本当に怪我をするので、それを防止するためにこちらラジオペンチを使ってこちらのネック側の弦を外していきます。本当にねこの1弦から3弦とかのその細い弦は本当に上段抜きで指に刺さるんで気をつけながら作業してください。で弦を外す時なんですけれども、なるべくそのこのヘッドがその傷つかないようにこうなるべく上に持ち上げながらそのやるとヘッドが傷つかなくていいと思います。はい、外せました。で外したらこのような形でねクロスで綺麗にしていきましょう。
あとはネックですね。ネックもこのような形で、クロスで浮いていきます。で、必要に応じて指板とかこのフレット磨く方は磨いてください。今回はちょっと省略します。で、これがその先ほど撤去した弦ですね。ちょうどその12フレット分のところで切ったので、いい感じにその同じような長さになっていると思います。で、これを一つに束ねてですね、各自治体の、捨て方っていうんですかね、ルールに従ってその処分を行ってください。はい、ではこれから新しい弦を張っていきます。で、張る弦なんですけれども、こちらですね、エリクサーのオプティウェブ1046、こちらを張っていきたいと思います。はい、ではですね、こちらのテールピースにこちらの弦を通していきます。6本いっぺんに通しちゃってもいいですし、今回私みたいに1本ずつ丁寧にやっていってもいいです。やり方は皆様の、お好みに合わせてお願いいたします。はい、ではこのテールピースに弦を通していきます。はい、このような形で通りましたので、テールピースをかけて弦を伸ばしていきます。はい、でヘッド側ですね。で、まずヘッド側のこちらのペグですね、ペグの穴ちょっと見えづらいんですけれども、それが全部、ブリッジ側に向くように、位置を調整しておきます。こうすると、弦を張るときに、楽なのでね、やっておきましょう。はい、そうしましたですね、はい、弦をペグに通していきます。はい、通りました。でですね、今ピンと張った状態です。で、ここからですね、このナットを持っていただいて、そこから、1フレット分ですね、はい、このような形で、ずらしていきます。で、そうしましたら、はい、こちらの方ですね、こちら側に、時計回り型っていうんですかね、折っていただいて、一弦側に折っていただいて、で、この状態で、はい、こちらこう 上からその強く押さえた状態で、こちらペグを巻いていきます。で、人によってはこの状態でこの弦をこの弦の下にくぐらせて、また上に上げてみたいな、ロックする方式っていうんですかね、をやられる方もいるとは思うんですけども、私は、そちらはやらないでおきます。ロックしなくてもね、きちんと弦張れますんで。あとロックしてると弦外すときに大変っていうのはありますし、それが原因でね、こちらのヘッドが傷ついてしまうこともあるので、おすすめはしないというか、そこまでやんなくてもいいかなという、そんな感じですね。こう今巻いていってると思うんですけども、なるべくね、こちら側がその下に行くように巻いていきます。はい、大体貼れたら、次の弦を張っていきましょう。はい、今5弦をやってますが、はい、ピンと張った状態で、ナットのところを持っていただいて、1フレットずらす。で、2弦側っていうんですかね、に折っていただいて、で、あとはこう下に巻いていきます。はい、5弦も張れましたので、どんどん、次の弦張っていきます。はい、6弦から4弦まで張り終えましたので、次は3弦から1弦ですね。はい、このようにピンと張った状態から1フレット分ずらして、今度は、4弦から6弦があってんですかね、こちらに折っていただいて、はい、こちら下に負荷をかけて、時計回り回していきます。
はい、3弦が巻き終わりましたので、次は2弦、そして1弦と張っていきます。はい、これで6本の弦がある程度巻き終わりました。ではここからね、きちんとチューニングをしながら巻いていきたいと思います。はい、だいたいチューニングが終わりました。まあ、まだね、弦が伸びきってない状態だと思うので、まあ、ここからね、どんどん弦をなじませるというか、チョーキング等を行ってね、弦を伸ばしていって、きちんと伸びきってからチューニングを終えてください。まあ、今回は、ある程度のところで省略したいと思います。で、それが終わりましたら、はい、この余った弦ですね、こちらを切っていきましょう。人によってはね、切らない人もいると思うんですけれども、私はね、先端恐怖症なので、こちら切っていきたいと思います。はい、これで弦交換が終わりました。あとはね、必要に応じてネックの調整や、あとはオクターブチューニングの調整を、各自行ってください。はい、いかがでしたでしょうか。私が慣れてるっていうのもあるんですけれども、レスポールの弦交換は比較的エレキギターの中では、簡単な部類なのかなと思っておりますので、ぜひ皆様も、レスポールをお持ちの方、もしくはレスポールタイプのギターのものをね、お持ちの方は、やってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画は以上となります。この動画が良かったという方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。Twitter もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。以上です。